ファッション老ガイドブック2023ファッションビジネスの未来を切り開く新基礎知識プロモーション編。サステナブルを謳った PR でトラブル？サステナブルなブランドであることをアピールするため、十分な根拠なくカーボンニュートラルという言葉を使いました。ところがグリーンウォッシュとの声が殺到し、海外当局から警告を受けてしまいました。このようなトラブルになる前に、このガイドブックで確認。ファッションビジネスに関わる様々な法律問題について、皆さんに知っておいてほしい情報がチェック項目で分かりやすくまとまっています。ファッション老ガイドブック2023で検索。